はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。太一ズレディオ第102回始めていきたいと思います。今日のお話は以前のラジオとか、動画でも少しお話ししたことがあるんですが、結構ね繰り返し、お伝えしていきたい内容になります。なので、以前聞いたことあるよっていう方ももう一度ね、聞いていただいて、そうだよなっていうふうに再認識していただくきっかけになっていただければと思います。初めて聞く方も、あ、そうなんだっていうふうにもし思っていただけたのであれば、少しね、意識の改善みたいなところをしていただくといいのかなと思います。はい、ということで、タイトルにもねもう書いてあるので、内容はある程度わかるかなと思うんですけれども、早速お話に入っていきたいと思います。はい、今日お話ししていきたい内容はダイエット中の体重についてお話ししていきたいと思います。よくねやっぱり体重マイナス何キロっていう風に目標にされる方がとっても多いんですけど、結論から言うと体重はそこまで気にしなくてもいいかなと思います。もちろん、男性、僕ぐらいの例えば身長で男性、30代とかだともう本当にね、90キロ100キロとかになってしまって、体脂肪率もかなり高いとかになったら体重もやっぱり落としていかないと関節に負担がかかっていったりとかはするので、体重っていうのも、気にする必要は、あるんですけれども、体重を気にしすぎてしまうとやっぱり、本来のダイエットの目的っていうのが達成できずに、終わってしまうかなと思いますので、ちょっとその辺について今日はお話をしていきたいと思います。まず大前提で知っておいていただきたいのが筋肉と脂肪の重さの違いですね。知ってる方も中にはいらっしゃると思うんですけれども、筋肉の方が重いです。はい、どのぐらい重いのかっていうと2倍近く重いんですね。はい、なので、実はですね、ダイエットを始めていくとまず食事制限と、運動をしていきますよね。で、食事制限で脂肪が落ちていったりとか、1日の消費カロリーより摂取カロリーの方を少なくしていくわけなので、体についてるこう組織が分解されて、エネルギーとして使われて、落ちていくわけなんですよね。なので、食事だけで見ると、使われないところから落ちていくので、脂肪だったりとか筋肉もやっぱり運動がないと痩せ細っていくんですよね。はい、でそこに運動を入れることによってで筋肉を使うことで、筋肉は、私たちの体には必要なものなんだよっていう風に体に認識させて、筋肉をあまり落ちないようにするんですね。そこで、あまり今まで運動してこなかった方とかかなりブランクがある方っていうのは、運動することによって筋肉が落ちないっていうよりも筋肉がついていく方もいらっしゃいます。はい、で実はですね、脂肪を落としながら筋肉を増やすっていうのは、実は難しいことになります。筋肉をつけるためには筋肉を増やすっていう行為が必要なので、1日の消費カロリーより摂取カロリーの方が多くないといけないんですね。で、体を大きくするっていう感じになります。で大きくするときはなるべく脂肪がつかないように筋肉だけを増やすっていう感じになっていって、で先ほどもお話ししているように、落としていく脂肪を落としていくときはなるべく筋肉を落とさないで脂肪を落としていくっていうやり方が必要になります。ただ、これは例外があって、先ほどもちょっと言ったように今まであまり運動をしたことがない方とか、運動のブランクがある方っていうのは、脂肪が落ちつつ筋肉も、少し急激についていくっていう方も中にはいらっしゃいます。はい、そういった時に、脂肪落ちていきます、筋肉がついていきます、実際体の変化はあるし体脂肪率も減っていくんだけれども、体重は筋肉がついていってることによって、重くなっていくっていうことが挙げられるんですね。なのでダイエットしてるのに体重がなんか増えていくんだよな、食事も頑張ってね、制限して運動も定期的にしっかりやってる、生活は明らかに変わってるのになんで体重が増えていくんだろうって思ってる方は筋肉が増えてるっていう可能性がね非常に高いです。
もちろん、筋肉が増えている部分の以外のところでもし、体重が増えてそれが脂肪が増えてしまっているんであれば、食事内容の改善とか、運動の内容の改善っていうのが必要になってきますね。ただ単純に、食事を食べないとか、運動もやみくもにただ走るだけをしていくだけだと、実はあまりうまくいかないケースもあって、しっかりね栄養バランスの取れた食事をとりつつ、カロリーを少し抑えていったりとか、運動もしっかり全身の筋肉を使えるようにいろんなね種類の運動をしていく必要があるので、まあ、そういったね栄養の内容と運動の内容を考え直すっていうのももちろん必要にはなるんですけれども、結構ダイエット中に体重増えちゃったんですよっていうふうに言う方で、体組成計とかで測ってみると実際筋肉が増えてて、で脂肪をもう落ちてる方っていうのも今いらっしゃいますし、まだ始めたばっかりでね脂肪があまり変わってなくて筋肉だけ増えてるみたいな方もいらっしゃるんですけど、筋肉が増えることによって体重がね、増えていきますので、そこはねダイエット中あまり体重っていうその体の重さの数値に気を取られすぎない方がいいかなと思います。なので、実際一番気にしてほしいところっていうのは見た目です。はい、これ見た目っていうとねなんかちょっと曖昧な気がするんですけど、見た目ってすごい大事で、自分の体っていうのはね、一番自分が、たくさん見てきてると思います。お風呂場とかでもそうですし、自分が服を脱いだ状態の、体の状態っていうのは、自分がね一番回数多く見てると思うんですね。で僕らトレーナーももちろんね体の変化っていうのを確認していくんですけれども、一番細かく変化を感じれるのは自分かなと思うんですね。で、日々ねやっぱり変化を感じていく中で、体がね変化してるのに体重が重くなっていくっていう方は方向性としてはね間違ってないかなと思いますので、見た目っていうのに気を使ってしっかりね引き締まっていく感じがする、ここ筋肉ついたなとか脂肪落ちてったなっていう感覚がするなら、まあ、そのままね続けていってもいいのかなと思います。でそこが変わってなくて、やっぱりさっきも言ったように脂肪がついてってしまってるなとか、そういった方はやっぱりやり方をね少し変えていく必要があるかなと思いますので、ぜひそこはねちょっと気にしながら、体重じゃなくて、見た目とかあと体脂肪率ですね、数字で気にするなら体脂肪率を気にしてやっていくといいかなと思います。結構ねたくさんいらっしゃいます。ダイエットするんでマイナス5キロはちょっと目指したいんだよなとか、あとはですね、まあ、実際、自己流でダイエットを始めて、食事を抜いてみたりとかしてね、体重が何キロ落ちたとかっていう風に、言っててて、まあ、成功してるみたいに実際見えるんですけど、実は体重はその筋肉がすごい減っちゃってて、体重が落ちてただけで、実際元の食生活に戻したらすごい太りやすくなっちゃってたみたいな方もいらっしゃるんで、もうその体を構成してる組織がしっかりね筋肉が増えて体脂肪が減っていくっていう方向に持っていかなきゃいけないので、まあ、体重の気にしすぎはあまり良くないかなっていうところですよね。うん、で、ちょっとね太りやすくなっちゃうみたいな話も今出てきましたけれども、筋肉がね増えることによって活動代謝っていうのが上がります。よくねこれ基礎代謝が上がるんで痩せやすくなりますっていう話を聞くんですけど、基礎代謝も確かにねちょっと上がります。なので普通に生活してるだけで、太りにくく、なる部分ももちろんあるんですけれども、大きく変わるのは活動代謝、動いた時に消費する分が上がるんですね。で筋肉が増えたっていうことはその筋肉を使うことでエネルギーを消費する量が増えるっていうことなので、筋肉が増えたことによって、まあ、日々のね、歩いてる時とか、ね、通勤通学とか、まあ、お仕事の時とか歩いてる時、重いものを持つ荷物を運ぶそういう体を動かしてる時に消費するエネルギーが増えるんですね。なので、まあ、筋肉を、増やして行った時に、しっかりねその後も、動いていただいた方がいいかなと思いますので、
筋トレをする日と、あとはもう全く動かない日じゃなくて、普段の生活から少しね、動くように心がけていただくと、そのせっかくつけた筋肉っていうのがね、動かしてカロリーを消費することができるんで、しっかりね動かしていくっていうのが大事になるかなと思います。はい。で、意図的に動かすのはもちろんそうですけれども、僕がいつもお話ししている姿勢改善っていうところもつながってくるんですね。姿勢改善をすることで、無意識に関節が大きく動くようになります。悪い姿勢だと関節の動きっていうのはやっぱり制限かかっちゃうんですね。なのでいい姿勢になって、もう体のね、もう本当に意識してない部分もしっかり体が動いていて、筋肉が使われる状態になれば、やっぱりエネルギー消費っていうのも大きくなるんで、太りにくく痩せやすい体になっていくわけですね。はい。なので、まあ筋肉を増やすっていうのももちろん大事ですし、体脂肪率を下げるっていう数字の面も大事なんですけど、やっぱりね、体をしっかり、きれいに動かす、正しく動かすっていうのも非常に大事になってきます。はい。ということで、ダイエット中ね、ついつい体重っていう数字にね、目がいってしまいますけれども、体重だけじゃなくて、まずは見た目、それから体を正しく動かせることっていうのに、意識を持っていくことが、最終的には一番の近道になるんじゃないかなと思いますので、ぜひ意識してみてください。はい。ということで本日のラジオの内容は以上でございます。結構もう体重っていうのが一人歩きしてしまって、もう世の中のね、そういうなんだろう、 CM とかでも体重何キロみたいなのがね、出歩いてるんで、まあ勘違いしても仕方ないかなっていう思う部分はあるんですけれども、まあ一番はそうじゃないよっていうところが今日お伝えできればいいかなと思います。はい。ということで、またね、ちょっと、明日以降は動画で、食材についてのお話をね、するっていうお話を昨日しましたので、明日以降はそんなね、動画になるかなと思います。それでは、また次の動画、次のラジオでお会いしましょう。バイバイ。